ご紹介ありがとうございます。ヒューマンメタボロームテクノロジーズの山本と申します。本日はですね、このような発表の機会を与えていただきまして、吉田先生はじめとして皆さんにお礼を申し上げたいと思います。私の方からは、シーマスメタボロミクス、キャピラリ電気エイド出力分析研を用いたメタボロミクスによる、バイオ啓蒙出力分析インフォマティクス、それぞれの、内容について、我々の、これまで行ってきた研究を中心に、最新の研究も少し交えながらご紹介をしていきたいと思います。まずはじめに、そのメタボロミクスの概要ですけれども、これは私の方で、書いたものなので、これが正解というわけではないですけれども、大まかに、ワイドターゲットのメタボロミクスと、ノンターゲットのメタボロミクスが2つあると思います。ワイドターゲットのメタボロミクスの方は、およそ300物質程度の、基地の物質を、対象にして、出力分析データを測定を行って、データを処理して、多変量解析を行って、生物学的な解釈を行うような、こうメカニズム解明に、用いられることが多いのではないかというふうに思っています。で、一方で、ノンターゲットのメタボロミクスの方は、バイオマーカー探索に用いられまして、同様に、出力分析のデータを処理して、仮説検定を行い、バイオマーカーの候補を探索していく。もしくは、そのバイオマーカー候補が未知ピーク、完全に未知ピークの場合は、未知ピークの構造推定を行って、それをバイオマーカー候補とする。で、さらに、このバイオマーカー候補を実際のバイオマーカーの開発とか、臨床検査とかに持っていくときには、麻酔以外の検出器とか、歯周病麻酔を用いて、シングルとか、マルチの対処物のバイオマーカーの開発を行う。大体こういう感じの、ことがやられている、私の周りではこういう感じでやられていることが多い、というふうに感じています。で、それぞれその手順で、インフォマティクスが必要で、一番分かりやすいのは、出力分析データの処理は出力分析インフォマティクスが絶対に必要ですし、あとはその多変量解析ですとか、生物学的な解釈に持っていく時の、遺伝子遺伝子発現とかでいうと、ジーンオントロジーの解析みたいなものがメタボローンでも必要になってきますので、そういうところはバイオインフォマティクスとかゲノムメトリックス、それから、先ほど津川さんからの話があったように、未知ピークの構造推定を行うときには、この化学構造のデータを解析しないといけないので、ゲノムインフォマティクス的な手法が用いられるということが多いです。で、それぞれについて、この多変量解析の部分と、それから、ケモインフォマティクスの部分と、出力分析インフォマティクスの部分について、お話をしたいと思います。で、まず最初に、多変量解析を用いたメタボロームデータ解析の話をさせていただきます。それから、未知ピークの構造推定と、エイド時間の補正、エイド時間の予測の話、それから、出力分析インフォマティクスとして、キャピラリ電気エイドに依存したデータの処理について、我々が行っている研究をご紹介したいと思います。で、はじめに多変量解析を用いたメタボロームデータ解析ということで、メタボロームデータに限らないと思うんですけれども、特にその多変量解析がメタボロミクスではよく使われています。で、まずはじめ、サンプルを測定して、データを処理して、代謝物とサンプルのこういう Excel のマトリックスデータを作ります。で、非常に多くの代謝物がこの中にデータが含まれているので、それを人が目で見て視覚的に理解できるように、成分分析とかパーシャルリストスクエアズ PLS が用いられます。で、それで得られた、視覚化する、されたものがこのスコアプロットになります。この場合は横軸に PC1 で縦軸に PC2 が書いてあります。で、さらにですね、この PC1 を見ると、この軍艦がよく分かれているのがこの PC1 なので、この PC1 のローディングを見ます。このローディングプロットを見て、この値が大きな代謝物がこのパターンと関連しているので、その代謝物を選択して、その後にこの代謝物、非常に差のある代謝物とか、何かこう関連している軍艦差のある代謝物を代謝経路にこう変換してやるために、こうエンリッチメント解析、パスウェイ解析などが行われます。で、我々がこれまで行ってきた、研究について4つ、手法がありますので、それをちょっとご紹介したいと思います。1つ目は、時系列サンプルのための平滑化を防ぐ分析。
それから、成分分析の、負荷量、因子負荷量、成分負荷量の仮説検定、それから部に順序があるときの、PLS で PLS ログ、それからそれをカーネルにしたカーネル PLS ログについて、簡単にご紹介をしたいと思います。まず最初に、時系列サンプルのための、平滑可視線分析ですけれども、これですね、データとしてはエタノール発酵における、この時はですね、キシロースからエタノール、キシロースからグルコースに行って、グルコースからエタノールに行く、そのエタノール発酵の、酵母の細胞内のメタボロンデータを、取得しまして、成分分析と、平滑可視線分析を用いて解析を行いました。で、通常の成分分析というのはこういう式なんですけれども、ここにですね、平滑加工を入れてやったものが平滑化成分分析です。で、ちょっと理論的な話を、省略をします。で、実際の解析結果なんですけれども、0時間から96時間まで、発酵した時間でサンプリングした結果なんですけれども、通常の成分分析を行うと、この0時間だけがすごく分かれていて、それ以外はこう、一応 PCR に少し時系列は見えているんですけれども、 PC2 で0時間とそれ以外が分かれていることぐらいしか分からなかったんですが、平滑化成分分析で行ってやると、 PC1 でも K 次変化の、状態が見えて、 PC2 でこれ3群になっていて、この丸がコントロールで、その三角と四角は別の群なんですけれども、この PC2 で群換差が見えるということが分かりましたので、成分分析を用いたときに比べて、こういう時系列のデータで、こういう時系列の情報、K 次変化の情報を見たいときは、この平滑化成分分析がうまくいきました。で、この次に、どういう代謝率が関連しているのかを、先ほど少しご説明したローディングプロットを用いて、代謝物を選択します。で、ローディングというのは何かというと、成分分析のこの固有ベクトルで、メタボロミクスにおけるこのローディングと大体この固有ベクトルが用いられています。で、この固有、この W というのは何かというと、成分スコアというのはそれぞれの代謝物レベル、これそれぞれ代謝物1、2の代謝物レベルで、こうベクトルだと思っていただいて、これも、第一成分だけでいうと、ベクトルです。で、それぞれに係数がこうかかっています。で、この例えばこの W1 の値が大きいと、代謝物1がすごく関連しているので、この成分スコアと代謝物1が、似たような傾向を示すようなものになっているということなので、この成分スコアと関連するような代謝物を選択したい場合は、この W の値の大きなものから選択してやれば、良いということで、ダブルミックスではその固有ベクトル、この W が大きな代謝物を適当な数、例えば10個ピックアップして、生物学的な解釈を行うということがよく言われています。なんですけれども、ここで少し疑問に思っ、僕が疑問に思ったのは、この適当な数10個っていうのは、じゃあ実際何個選べばいいのか、その選ぶ統計的な基準が、なかったので、それをちょっと考えました。で、先ほどの平滑化成分分析の例で言うと、PC1 が K 次変化で、 PC2 が群換差、それぞれ W が値の大きな代謝物を選んでくればいいということになるんですけれども、例えば、異なる、これとは別の試験で、すごく大きく条件が異なるような、群換差を見た場合というのは、成分分析をする、をした場合と、あとはその微妙な違いしかないような場合、大差ない条件で成分分析をした場合と、従来だとこの適当な数、例えば10個だけしか見なかったんですけれども、当然大きく条件が異なる方は多くの代謝物に差が出ますし、あまり差が、大差ない条件だと少しの物質しか、差がないだろうということで、試験内容、データによって異なる数の代謝物を選択したいというのが、この適当な数10個ではなくて、何か統計的な基準で選択したいということで、成分分析のローディングの仮説検定を用いて代謝物を選択するという方法を考えました。中身については省略をしますけれども、これ、実際の解析結果になります。で、こちらが、通常のコントロールで回すと、12時間絶食させた時の、肝臓のメタボロームの成分分析の結果です。で、横軸が PC1 で縦が PC2 です。で、こちらは、糖尿病モデルマウスに、薬剤を投与した時の、肝臓のメタボロームデータで、これ条件があまり、
置き換わるような試験ではなかったので、内容の試験、こちらが12時間絶食させているので、すごく大きく、条件が違うというような試験です。でこれを見ると、PC1 の、ローディングを見てやると、過失検定を行うと、検出された代謝物が282物質中、有意な代謝物が136物質有意になっていました。一方で、こちらの方は、275物質、66物質が有意になっているという結果が得られて、当然過失検定を用いているので、当たり前といえば当たり前なんですけれども、飲酒不可用の過失検定を用いることによって、試験ごとに異なる数の代謝物を選択できるというふうになりました。で実際にこの方法を使った解析をいろんな方が使っていただいていますので、もしご自身で解析したいという方がいらっしゃいましたら、またご相談いただければと思います。それから次に、やったのは、群に順序があるときの PLS、PLS ログという方法を提案しました。でナイーブな、一番最も単純な PLS はこういう式で書けて、それに対してこういう、群に順序があるような、スコアが得られるような罰則項を入れたものが PLS ログです。で、こちらが、実際の解析結果なんですけれども、これは、高脂血症ウサギと、それにスタチン投与した時の高脂血症ウサギの肝臓のメタボログデータになります。でこの時の目的は、正常と薬剤投与ありと薬剤投与なし、こういうパターンが理想的だよと、こういうパターンの代謝物を選んでいきたいという目的がありましたので、この PLS ログを行ってやると、見ていただくと、PLS ログの第一成分で、正常と薬剤投与と薬剤投与なしのこういう順番になっています。で従来の PLS だと、少し、ここと薬剤投与ありとなしが、こう順序がきれいに並んでいるということで、改善したということになります。でここまでが、成分分析、こういうベクトル、先ほど成分分析の飲酒不可量の検定をご紹介しましたけれども、この PLS と PLS ログの場合も、同じように、検定を行うことができます。PCA と PLS いずれも、ローディングの検定を行うということができるようになりました。でここまでは、その有意な代謝物を選択する方法、成分分析と PLS を用いて、有意な代謝物を選択する方法をご紹介してきたんですけれども、それをさらにですね、代謝経路と関連付ける、ために、メタボライトセットエンリッチメントアナリシスという方法が用いられています。これは発現データのよく用いられるオーバーリプレゼンテーションアナリシスという方法で、こういう単純なクロス周期表を書いて、これに基づいて、有意な代謝物と、有意な代謝経路との関連を調べるという方法です。でこれは、メタボアナリストというそのウェブのサービスが、アルバート大学のグループが作ったものがあります。でこれを、使うと計算ができますし、我々も R のパッケージを作って C ランで公開をしています。それからこのメタバーナリストの使い方についても、フリーソフトウェアを通じた多変量解析講習というこの資料がスライドシェアにありますので、これを使って解析されたい方はこちらを参考にしていただければと思います。で最後に、少しこう違った例なんですけれども、ちょっと状況としては、同一個体から取得した複数の臓器、血液のメタボログデータを合わせて解析したい。例えば、肝臓の心臓、血小、こういうデータを解析したいということもあります。それから、最近前、メタゲノムとかも流行ってるので、このメタゲノムとメタボログデータを一緒に解析したいということもあります。でということで、PLS ログを管理にしてやって、こういうデータですね、こうメタゲノムとメタボログデータを統合解析したりとか、例えばマクロプラスを用いて、それぞれの、肝臓、脳、心臓、血小に対して、計測をかけてやったような、PLS ログを考えて、それを用いた解析も提案しました。で、
こういう解析をいろいろと、弊社では開発しているんですけれども、去年の10月にメタボロンデータ解析サポートとして、一部全部ではないんですけれども、先ほどご紹介した特に成分分析と PLS の EC 負荷量に関して、無料で解析をするというサービスを始めましたので、ご自身で解析されたい方はいろいろウェブに資料を置いてあったりとかしているものもありますし、ご相談いただければと思うんですけれども、ご自身で解析するのが面倒くさくても、とにかくやってくれということであれば、有料でもお受けしております。で、ここまでが多変量解析のお話をさせていただいたんですけれども、ここからですね、全く話が変わりまして、ケモインフォーマティクス手法を用いた NHP の構造推定の話をさせていただきたいと思います。で、先ほどの一番最初の方にお見せした、メタボロニクスの概要の中でいうと、この NHP の構造推定をするところです。で、最近いろんな方法が、特に MSMS のスペクトルデータから構造推定する方法が、提案されていますので、2014年に、CSI ビンガー、先ほど津川さんのスライドの中にもありましたけれども、それから、2016年 MSLDA という方法も提案されている。この2つをご紹介したいと思います。で、我々 MSMS のデータはまだ使ってないんですけれども、CE の特マスのデータから構造推定する方法が、最近エレクトロ教室に出ましたので、それもご紹介したいと思います。で、最初に、CSI フィンガー ID ですけれども、本当にケモインフォーマティクスを機械学習を使った、すごいガリガリ計算するような、ものになっています。で、やってることはでも単純で、MSMS のスペクトルと、フィンガープリント構造を、こういう01のビット率で表したこのフィンガープリントを、SVM でモデリングして、予測のフィンガープリントでデータベースを検索するというような内容です。で、ステップとしてはトレーニングとテストとスコアリングがあって、基地の構造の、MSMS のスペクトルデータベースから、こういう、彼らのこのグループがずっとやっているフラグメンテーションについて、MSMS のスペクトルからフラグメンテーションについても作ります。で、その後、これをですね、カーネル行列するの、これも同じように彼らのグループが、ツリーのカーネルを使ってカーネル行列するのをやっていて、さらにそれをマルチカーネルにして、データを作ります。で、これが説明変数で、目的変数がそれぞれの、これ基地の物質なので、フィンガープリントが分かっているので、1つずつ、1回目 SVM で、また次の、ビット率で SVM っていうのを何回もやります。で、これで、モデルができたので、テストのデータも同じように MSMS のスペクトルをフラグメンテーションツールで作って、カーネル行列にして、マルチカーネルにした後、この式モデルに入れてやると予測値が出ます。で、この、予測したフィンガープリントと、この道ピークの、分子式をデータベース検索して、この、いくつか候補があるので、それとこの予測時のフィンガープリントの類似度を計算して、それをスコアするような流れになっています。で、それぞれの要素はちょっと難しいところがあるんですけど、やってることは、単純といえば単純です。それからもう一つは、MS2LDA という方法が、これも比較的最近の方法で、これも概要だけなんですけれども、自然言語処理分野での、トピックモデルに用いられるラテントディークレアロケーションを用いて、NHPeak の MSMS のスペクトルから、部分構造の推定を行うという方法です。で、トピックモデルの話と、構造推定の話を比較してこう説明をしたいんですけれども、例えばこういう文章がちょっと小さくて見えにくいかもわからないですけど、ドキュメント1というのがあるとします。で、この中に、フットボール関連のこうワードがある、たくさんこう入っていると、これはフットボール関連のトピックで、さらにこの青字がビジネスの関連のこうワードが入っているとビジネスの関連のトピックなので、この文章というのはフットボールとビジネスに関連するトピックだということに、この計算上になります。で、こちらの文章は、環境関連トピックがさ、ワードが入っているので、ビジネスと環境の関連のトピックにということになります。これを構造推定に当てはまると、MSMS スペクトル上に含まれるフラグメントの頻度から部分構造推定し、例えばこのスペクトル1というのは、アスパラギンの関連するモチーフという、こういうものと、ヘビソース関連する MSMS のこのモチーフ
があるので、この2つの、モチーフを持ったような構図であると、いうことが分かります。こちらは、このスペクトルの方はアデニンの関連するモチーフと、ヘキソースの関連するモチーフがあるので、それに関連する構造になっているということになります。で、実際の計算としては、例えば文章で言う、文章が MS なので、単語が MS になっていて、それぞれ一定指定が単語数。そこトピックモデルと構図について比較する。で、そのデータを準備して LDA を行って、モチーフの抽出をします。まあ、共通するようなこう部分構造が、こう出てくるわけですね。で、これはこのままだとどういう構造か分からないので、これにアノテーションを当てて、チピックの構造について行うというのがこの方法です。で、ここまではですね、最近のその MSMS のスペクトルデータを用いた方法の2つご紹介したんですけれども、我々も、シートフマスから構造推定を行う、ケモインフォマティクス手法を用いて、非常に単純な方法なんですけれども、手法を提案をしました。で、まず最初に手順を少しご紹介すると、ミチピークがあったときに、それの分子式を同位体とか使って、分子式の計算を行って、決めます。で、その次に、全区対生成対処数の探索をします。これは、ある仮定に基づいて、計算するんですけれども、ミチピークが検出されたのと同一サンプル中に、ミチピーク由来の対処物から生成もしくは、ミチピーク由来の対処物を生成する基地の対処物が存在するという仮定を受けます。つまり、このミチピークだけじゃなくて、この同一サンプル中で検出された他のアノテーションされた物質の構造の情報を利用して、このミチピークを決めてやろうというのが、このコンセプトです。で、この場合は、ですね、これがミチピークの分子式で、C3H5N35 というのがミチピークの分子式で、全区体の代謝物が、クレアチニンとグアニジノ酢酸というのが2つ、検出され、得られました。で、これを全区体の代謝物として、置きます。で、さらに、この分子式をパブケムのデータベースを検索して、構造の方法を取ってきて、この全区体の代謝物と構造の類似度を谷本係数で計算してやって、それをスコアとします。で、これを構造方法のランキングとするんですけれども、さらに、予測 MT によるフィルタリングと、ヒューマンメタボロンデータベースに登録されているもののフィルタリングを行って、最終的な構造方法のランキングを決定をします。で、実際この場合だと、このグリコシアニジンというのが1、ランクが1になって、この予測 MT の結果も範囲内になっているという結果になりました。で、少しこの映像時間の予測の話をご紹介したいと思うんですけれども、CMAS ではその構造から映像時間で予測することがあるんです。他の LCMAS とかでもまあできると思うんですけど、やられていると思うんですけれども、かなり初期にやられたのは、慶応の先端系の杉本先生の、モヤのディスクリプターを含む非常に多くの対処、変数を、構造情報からまとってきたこのモヤのディスクリプターを説明変数として、実際の映像時間の実測値を目的変数として、多層のニューラルネットワークのアンサンブル学習を用いて予測するというのが2005年に杉本先生が出された研究があります。その後、サポートビクトル回帰を用いて、行った研究が2010年に出され、同じく杉本先生から出されています。で、我々も、まあすごく単純に、2つの変数を用いて、送迎回路と分子量2変数を用いて、ランダムフォレストで予測した結果が、まあ、こんなふうになります。で、こちらが陰陽線の代謝物で、陰陽線代謝物はこちらです。まあ、それなりの精度が出ているので、この、予測した MT を使って、先ほどのそのフィルタリング、構造の情報、パブケム検索した構造の情報がありますので、それから予測値を出して、それと実測値、1P の実測値の値と比較して、それが範囲内であれば、近ければ、それが、構造の効果として残るというふうになります。で、これが、実際に計算した結果で、シミュレーションは、リードアウトの実験、結果、実験をしました。で、これは、基地のアノテーションが、
あるのを一つ削除して、その他のローテーションされた物質を用いて、まあ、計算するという方法で計算しました。で、この場合は、ここでは197個のローテーションされた物質の中で、145の物質について、バゼイク体と生成の代謝物を特定することができて、でこの145ランクの約半数が、ランキングをしてみると、まあ、10位以内に入っているという結果でした。でさらにヒューマンメタボロムデータベースのフィルターを用いたときは、145物質、110、約7割の物質が10位以内に入っているという結果になりました。でこの HMDB の、フィルターというのはすごく強力なんですけれども、必ずしもこれがいいときもあれば悪いときもありますね。実際の1ピークを2つここでは同定したんですけれども、こちらがカチオンの代謝物、こちらがアニオンの代謝物で、これがランキングが1位になったグリコシャンビジンです。で、これ HMDB フィルターを行うと、グリコシャンビジンが HMDB に登録されていないので、これが削れてられてしまうということになります。で、一方です、この1ピーク2の方は、この我々の提案した手順で HMDB のフィルターなしで1位になったものはこのエルコルミルベータアラリンで、一方で HMDB のフィルターを行った時の1位がこのエルのアセチルグリシンで、この1ピークにそれぞれスタンダードスパイクした時にはこちらは違うところに時間が来ていて、こちらはきれいに一致しているということなので、 HMDB フィルターがうまくいく時もあれば、当然ですけれど登録されている時はうまくいく時もあれば、登録されていない時はそれも全部効果が捨ててしまうというデメリットもあります。というのが、我々が行ってきたその1ピークの構造推定をケモンインフォマティックスの手法を用いて行うという方法です。で最後に、質量分析データ処理の話をさせていただきたいと思います。でもうまさに質量分析インフォマティックスで、重要なものは、先ほど津川さんからお話ししたようなソフトウェアの開発とか、またマスバンクのデータベースとこういうものが多分一番大事なんだろうなというふうに思うんですけれども、実際我々がその CMAS のデータを解析するときに困ることが、それ以外にももっとなんか単純な話であります。で、そういう話を少しさせていただきたいと思います。で、R のパッケージで、こう解析する、ライブラリーが XCMS とカメラっていうのがありますので、それを使ったときの問題点というか、CMAS に合わせるときに必要な方法として、ピークギャップペナルティとグラフクラスターに用いたピークグルーピングと、エイド時間補正法についてもご紹介したいと思います。で、XGMS とカメラを用いたときのデータ解析のフローなんですけれども、まずデータがあって、それをピークピッキングを行います。で、アライメントをして、まあ、ピークピッキングというのはここの5から5を取るだけですので、アライメントは時間がこう同じ物質由来のこうピークがこうずれているので、それをまあ同じとこう見てやると見てやった後、時間の補正をしてやって、まあ、こういう形にできれば成功ということになります。で、アライメントして時間補正を行って、もう一回アライメントをして、で係数値の保管、ピーク検出をやり直して統計解析をして差のあるピークを視覚化するというのがこの XCMS のマニュアルに書いてあるこの手順です。でさらにこのカメラというのはこの XCMS の結果をそのまま利用して解析できるパッケージで、さらにこれに機能を追加として分子量の同位体アダプトピークの認識のピークグルーピングを行うことができます。でこの後ライブラリーのアノテーションをして不要なピークを削除して統計解析をするというような流れになるかと思うんですけれども、でこれは R 全部 R なので R のコマンドラインで簡単に計算できるようになっていますが、実際にこう結果解析結果を見てやると、いろいろうまくいってない部分というのがあります。それをちょっと、まあ、これ以外にもあるかもしれませんけれども、特に CMAS で、の問題点をご紹介したいと思います。で XCMS のそのパラメータがですね、まあ、いろんなピークピッキングのパラメータとかもたくさんあります。で、基本的にはその LCMAS 用にデフォルトの設定がされているので、CMAS は LCMAS、まあ、ものによって違うんですけれども、でもピークが細いので、パラメータの変更が必要です。なので、ピーク検出の部分とアライメントの部分とカメラのグルーピング部分で、それぞれそれに合わせたデフォルトのパラメータではないものを設定して使ってやる必要があります。
CE の場合は大体 UPLC を使用した場合と同程度くらいのピークのシャープさなので、それに合わせたパラメータのチューニングは必要です。それから営業時間によってピークの幅が変わるという問題もあります。前半の方はピークが遅いんですけれども、営業時間後ろの方になると少し広くなってしまうという問題があります。でこのピークピーキングを行うときに、こういうことをが起きていることを考慮して、セントウェーブアルゴリズムというウェーブレット変換を用いたアルゴリズムが実装されているんですけれども、これ僕がやった限りでは、ピークが大きいものであればうまくいくんですけども、小さいピークを拾おうとすると、すごくノイズを拾いすぎてしまうということがあるので、必ずしもこれを使えばいいというわけではないというような印象を持っています。それから CMAS は、営業時間の補正というのが必要で、LCMAS などに比べても営業時間をずれば大きいという問題がありますので、XCMS に実装されている、デフォルトの時間補正の関数では不十分なことが多いです。で、こういうことをいろいろ考えると、コマンドラインで簡単にこう計算できる XCMS とかカメラはすごく便利でいいんですけれども、最終的にはやっぱりちょっと信頼性がないので、使いやすい VR ソフトウェアで人の目で見て、半自動で解析した方がいいというのが、やっぱり現状のメタボロニクスのデータ、指数分析のデータ処理の現状だと思いますので、やっぱりソフトウェアの開発が重要だというふうには思っていますが、一方でですね、やっぱりこの人の目で見て手で解析するのはやっぱ面倒くさいので、できるだけ全部自動で解析できるようにしたいということで、例えばここでもお話ししましたけれども、CE と LC、いろんなデータに対して全てこう当てはまるようなパラメータというのはないんですけれども、特定の装置とか特定の分析条件であれば、すごくこう作り込んであれば、自動化に近づけるんじゃないかというふうに思いまして、CMAS に、のデータを解析するときに必要な、解析方法をいろいろ考えています。でその2つをちょっとご紹介したいと思うんですけれども、1つ目は、ピークビアペナルティードグラフクラスターにも用いた、ピークグルーピングです。で、ピークグルーピングの問題は、こういうその同じ時間に出てくるピークで、分子関連のピークと同位体とかアダプトのピークをこうちゃんと認識してやって、やるというのがこのピークグルーピングの、目的です。で、カメラはこのカメラというパッケージは、まず最初に時間だけで、時間の近いものをまず仮のグルーピングをして、ピークの相関係数をインテンシティから計算します。で、R が 0.75 で、を域値にして、グラフクラスターに行って、こちら、クラスター1とクラスター2、あった場合には、こちらが同じ代謝物量のグループで、こちらが別の代謝物量のグループ。いう手順で解析を行います。なんですけれども、このピークの相関係数というのは、例えばこのような、ピークトップがずれている場合でも 0.7、 この場合だと 0.76 ぐらいになっています。で、この場合はこのピークとこのピークは別の代謝物由来である可能性が高いので、これの相関係数を使って、これをやってしまうと、うまくいくこともあればうまくいかなくなってしまうということもあるかと思いますので、このピークのズレを、相互相関を使ってこのピークギャップを検出してやって、それをガウシャンの重みとしてグラフクラスターに移ると、この、ズレの部分を、罰則にして、グラフクラスターに移るという、すごく単純なことしかやってないんですけれども、そういう方法を考えました。それからもう一つ重要だったのは、このグラフクラスターのアルゴリズムが、違いによって結構結果が違っていて、このカメラのデフォルトで、設定されているハイリーコネクトサブグラフというこのアルゴリズムを使うと、この時やったのはスタンダード54物質のデータを解析したんですけれども、38物質だけしか、正しくグルーピングはされませんでした。でそれ以外のアルゴリズムを使うと、それに比べるとだいぶ良くなっているので、良くなっています。でカメラに、実装されているのはこの、ハイリーコネクティブサブグラフとラベルプロパゲーションという2つのアルゴリズムが実施されていて、こっちがデフォルトになっているので、ご自身のデータ解析されるときは、この2つ使うか、それ以外のグラフクラスタリングの結果もスタンダードのデータを解析して見てみて、良かったのを実サンプルに使うということをすれば少し改善するんじゃないかなというふうに思っています。
それからもう一つは、ピークグループの情報を用いた営業時間の補正です。で、これは、異なるサンプルで、最初にこちらを説明した方がいい。死にますので、その時間がずれます。で、例えばサンプル1がこういう EIC で、サンプル2がこういうピークだったとすると、営業時間だけを使うと、この代謝率 A の、こっちのピークと、代謝率 A のピークと、サンプル2の代謝物 A のピークと、サンプル1の代謝物、この B のピーク、B、代謝物 B のピークをこのグルーピングしてやるので、ここでマッチングミスが起きて、異なる、アレメントという結果、アレメントの結果になってしまいますので、こういうことを防ぐために時間を補正が必要になります。で、その時に、使ったのは、それぞれのサンプルでピークのグルーピングしてやって、通常はその、それぞれのピークごとにこうグルーピングして、いわゆるランサッカーライナーとかをそういうやり方をしているんですけれども、それぞれのサンプルごとにグルーピングして、このピークグループでマッチングするという方法を考えて、それを使って時間を強く行いました。で、これやっていることは、シリウスという分子式の推定に用いられる方法の計算方法をそのまま利用して、それぞれのサンプルで、分子式を計算するような、アルゴリズムをそのまま流用して、それがマッチしていればピークグルーピングスでもマッチしているというような計算をしました。で、これが結果なんですけれども、あくまでも計算なのでうまくいってないところは、いくつかあるんですけれども、ロバストバイキングを使ってやると、それなりに内部漂着質を用いた補正関数と一致しているということで、こういうこともやっています。で、こういうふうにですね、少しずつ、現状では完全に自動化できるような状態にはなっていないんですけれども、一つずつ、うまくいかない部分を探して、うまくできていくような、解析を実装したりとか、しているのが現状です。で、ここまでで、単位量解析を用いたメタボロデータ解析、それから、ケモインフォマティクス手法を用いたミチピークの構造整理、それから、質量分析データ処理の話をさせていただきました。で、それぞれ以上の方々との共同研究で行った結果です。以上です。という先生、ありがとうございます。